ユーカリが丘、スカイプラザステーションタワースカイプラザステーションタワーは、千葉県桜市に所在する超高層マンション、タワー棟とアネックス棟で構成されている。ユーカリが丘の超高層マンション群、中央がスカイプラザステーションタワーユーカリが丘駅のすぐ、南側にあり、ペデストリアンデッキで直結している。31階建てのタワー棟と8階建ての アネックス棟の合計253個で構成され、1階および2階には商業施設が入居している。共同住宅および店舗からなり、建築規模は地下1階地上31階建て、設計、管理は山代設計、施工は鹿島建設、デベロッパーは山間が行っている。管理会社は YM 総合サービスが行っている。 ユーカリが丘は地下に活断層がなく良質な地盤構成となっており、N 値50以上の強固な支持層に、タワー胸では深さ56メートル、アネックス胸では53メートルまで区域層を打ち込んでいる。事前調査をもとに、タワー胸で102本、アネックス胸で24本を支持層まで打ち込んでいる。高強度材料を採用したハーック工法を採用し、 最大 41mm のフット系鉄筋を使用。先端補強筋には円フープと角フープを組み合わせている。大きな軸力が生じる部位でも中央に新筋を配した新筋柱として耐震性を高めている。ありがとうございます。